デイビー・ハボックはアメリカ合衆国の歌手、俳優、ファッションデザイナー、小説家である。AFI のボーカル担当。彼はストレートエッジとビーガン主義の率直な支持者である。ハボックの友人であるマーク・ストフェリーチェとビック・チャーカーは楽器を所有または演奏していなかったにもかかわらず高校生の時バンドを始めることに決めた。ストフェリーチェは友人のアダム・カーソンがドラムセットを所有していたためドラマーの役割を果たせるかもしれないと示唆した。これがAFI の始まりである。高校卒業後、メンバーが大学を辞めるとバンドは解散した。アンサーザットに登場し、ファッショナブル&ベリープラウドオブヤーに登場する歌詞を書き始めた。1995年にバンドの最初のアルバム、アンサーザット&ステイファッショナブルをウィンナットレコーズからリリースした。2007年8月14日、AFI のギタリストであるジェイド・ピュージェットと一緒にエレクトロニックサイドプロジェクト、ブラック・オーディオを結成。XTRMST のついたカリフォルニアのレコード店の周辺には2014年の初めに多数のカセットテープが登場した。ファンはすぐにバンドのボーカリストがハボックのように聞こえたことに気づき、彼がこのグループの歌手であるという噂が広まった。2014年3月17日、ジェイド・ピュージェットはツイッターを介して、XTRMST が彼とハボックの新プロジェクトであることを明らかにした。2016年、ハボックがノーダウトのトム・デュモンとトニー・カナル、エイドリアン・ヤングと一緒に結成バンドである。ありがとうございます。